邪魔するぜ。仕事より楽だったな。仕方ないわね。そこまで私と勝負したいというなら、少しは腕を上げたみたいだし、相手してあげるわ。でもいいこと、今度は手加減なしのガチ勝負ってやつよ。あんたがどれほど腕を上げたか見てあげるわ。さあ、対戦を始めるわよ。俺に勝てると思うなよ。でとどめだ。よっしゃ。なかなか腕を上げたじゃない。さすがは
私の俊生のライバルね。またいつでもいらっしゃい。Lucky!随分と元気なやつがいるな。そいつ捕まえてからずっとその調子でうるさくて参っちまうよ。城塞付近をうろちょろしてる不審者がいるって通報で捕まえたんだが、こんなんじゃ調書もろくに取れん。ん？でもあの荷物は。なあ、荷物の検査でもしてみたらどうだ。大したもの持ってなけりゃ返してもいいんじゃないか。お、確かに。ずっとここに置いておいても騒がしいだけだしな。ガラクタしかなかったじゃないか。さっさと帰っていいぞ。ガラクタじゃない、全部芸術品だ。まあまあ、牢から出してもらえたんだからいいじゃないか。確かに出られたのはお前のおかげだ。あいつは俺の言うことに全く聞く耳を持たなかった。不審者って疑われて腹が立っても相手を威圧するばかりじゃダメだ。自分に害はないってちゃんとアピールしないとな。お前、見た目によらずまともなことを言うんだな。
せっかく助けてやったのにひどいこと言うな。まあいい。お前ラドル行商会のやつだろう。これからはあんまり商材探しに夢中になりすぎないようにな。なんで俺がラドル行商会のものだと分かったんだ。見りゃ分かるって。そうなのか。お前なかなかやるな。気に入った。褒美にこれをやろう。これよりもっとすごいのを琴の露店に下ろす予定だから、それが欲しければ琴まで足を運ぶことだ。じゃあな。俺は忙しいからもう行く。ガラクタじゃないだろうな。戦争が終わって随分人の往来が増えたもんだ。さっきもどでかい荷物背負った人が帝都の方に向かっていったな。もしかして商業好機か。随分景色が変わってきたな。オーシリアスはまだかな。お？あいつは確か。よう、ラドルジュニア、今度はテートにでも行くのか。うわ、あなたはいつぞやの道を教えてくれた方。その説はどうもありがとうございました。でもあなたに言われた通り進んでもちっともオーシリアスに着きませんよ。うん、まだオートについてなかったのか。行き過ぎだって。オートはここから北だぞ。海の方でドッカンドッカンうるさい中、やっとの思いでここまで来たのに。そりゃまあ戦争真っ只中だったからな。でももう戦争は終わったし安全に行けると思うぜ。そうなんですか。じゃあ気を取り直して今度こそオーシリアスへ向かうとします。教えてくれてありがとうございます。それでは。ちょっと心配だな。
今どこだ？僕はどっちから来たんだ？方角は、わからない。あの見覚えのある後ろ姿は。おーい、ラダルジュニア。あなたはいいところに。ここはどこなんでしょうか？オシディアスまでの道がわからなくなってしまって。まだオートにたどり着いてなかったのか。安心しろ、オートはすぐそこだよ。なんだよかった。これでやっとオシディアスで商売を始められそうです。やっとか。親父さんの方向音痴を受け継いだってのは本当みたいだな。父のことを知ってるんですか？実は親父さんに息子と弟子のことを見かけたら頼むって言われてたんだよ。そうだったんですか。嫌だな、相変わらず親バカの心配性なんだから。でも父のことは尊敬していて、僕もラドル行商会の跡継ぎとして立派な行商人になりたいんです。オーシリアスで店を開くのはその修行の第一歩です。もしよければ僕の店にも来てくださいね。そうだ、よかったらこれ、道を教えてくれたお礼に受け取ってください。ありがとな、立派な行商人になるよ。はい、それではまたいずれ。あとしばらくオートから出るなよ。先にこの星の皇帝と連携していたんです。それならこちらもこの星。おいレイモンド、今時間はあるか？ん？別に構わないが、どうした？この旅の最中、お前には幾度となく力を借りた。正直あの時ラーカスの森でお前と出会わなければどうなっていたのかわからん。なんだよ突然改まって。そこでだ、個人的にだが礼をしようと思う。お前甘いものが好きだと言っていたな。ああ、そりゃもう目がないな。ならばよかった。ここには私一押しの甘いものを出す店があるんだ。旅の礼に連れて行ってやる。さあ行くぞ。ん？おお。いやーうまかったな。ガツンと甘さが来るのに上品な味でさ。わかるか、あそこは独特の製法で仕上げているから他の店とは一味違うんだ。なるほどな。他にもうまい店があったら教えてくれよ。仕方がないな、旅の礼だ。オーシリアスオートにもいい店がある。今度はそこに連れて行ってやる。なんだかんだ理由をつけて甘いものを食べたいだけなんじゃないか。
き。配下病のことはメルティア様にお伝えしたから。どうした？暇しているのか？別に暇はしていません。そちらこそ暇されてるんじゃないですか？バレたか。妙に時間が空いちゃってな。今日みたいに時間が空いた時とかお休みの日とかっていつも何をされるんですか？休みの日か。そうだな。体を動かしたりしてるな。え？私も同じです。館内にいるとどうしても体が固まっちまうからな。定期的に動かしてやると体がほぐれるし、頭もすっきりするんだ。宇宙あるあるですよね。よかったらベグアルドのファイトシミュレーターを体験させてもらえませんか？ああ、そうだな。しっかりコンディション整えた日に連邦流と手合わせさせてもらおうか。はい。連邦の戦闘艦に狙われたら、向こうの方が先に。それなら着る機会がこんなに早く、しかもあんな風に訪れるなんて思ってもみませんでした。お疲れ様。いろいろと大変だったな。仮初めの結婚式という形ではありましたけど、どうです、私のドレス姿似合っていましたか？え？ああ、そうだな。いつもの鎧の方が似合う気がする。そうですよね。でもどうしてそう思ったんです？ん？ああ、そのあれだ、俺にとって一番見慣れている姿だからな。やっぱり
実は私もなんだか窮屈だったんです。あのドレスに比べたら鎧の方がずっと動きやすくて私に似合っていると思います。そう言い切るのもどうかとは思うけどな。それにあのドレスはもともと私のために作られたものではありませんでしたから、もし本当に結婚するなら自分のためだけのドレスを着たいです。まあそれもずっと先の話かと思いますが。剣の稽古か？この先も大変なことが多いんだからあんまり無茶すんなよ。いえ、まだまだ強くならねばいけないと、そう実感することばかりですから。そうか、まあここまでいろいろあったからな。はい、剣を持って戦うばかりが全てではないけれど、それでも剣を振るうことでしか示せないものもありますからね。もしこれからこの星の技術が進歩していけば、いつか武器としての剣は必要とされなくなる時が来るかもしれません。時代遅れの遺物として不要になるかも。ですがそれでもなくならないものもあると私は思うんです。剣に誇りを宿す騎士の心というものは、たとえどんなに時代が変わっても、もしかしたら剣の形が変わってしまっても残るのではないでしょうか。どうしてそう思うんだ。何かを思い戦おうとする意志、それを忘れないことは技術を進歩させるのと同じくらいに必要じゃないかと、そう考えています。それに初めて剣の稽古をした時、レイの世界にも武術が存在することが分かりましたから。そういやそんなこと言ったな。確かに俺たちの世界でも武術を学ぶときは心の在り方を第一に教えられるもんだ。さてじゃあ俺も心を鍛えるために体を動かすとするが、付き合ってくれるか。はい、ですがレイももう十分強くなりましたから、手加減抜きでいきますよ。お手柔らかに頼むぜ。あれから親父さんの様子はどうだ。特に異常もなく
落ち着いているようです。治療がうまくいったみたいですね。ああ、そいつはよかった。大変なことが続いていましたから、こんな機会ではありますけど、ゆっくり静養してもらいたいです。ゆっくり休むのも仕事のうちってことだな。はい、でも目を離すとまた起きて働こうとしてしまいそうで、娘としてはちょっと不安です。あるよな、そういうのって。うちの親父も兄貴や俺には体調崩したら周りに迷惑だから休めって言うくせに、自分は絶対休もうとしないんだ。それで昔一度兄貴とエレナとで無理やりベッドに縛り付けたことがあったな。もう、でもそんな風に無茶をするところはレイに似ているかもしれませんね。似てるか？それはちょっと嫌だな。そうですか？そういうレティシアだって親父さんと似たとこあるんじゃないのか？やばい時ほど張り切るたちだろ。まあ否定はしませんけど、とにかくお父様たちが安心して休めるように、子供である私たちがしっかり頑張っていかないといけませんね。はあ、俺たちも親父みたいになっちまうのかな。マスターしたぜ。どこやったかな。おかえりなさい。配送の仕事より楽だったな。見てくれ。
くれてありがとう。どうか無事に戻ってきてね。サンキュー。レティシアさんたち、先進文明にかなり戸惑っているようだが、じきになれるだろう。テオは来なかったんだな。私とアベラルドは誘ったんです。でも戦後処理の人手が足りないし、帝国との交渉やロラさんと協力してテラヌスの管理もしなきゃいけないからって。私が星の世界に行くのに後のことは心配するなって言ってくれました。あいつも複雑な立場だからな。でも王国のために働けるならテオの気持ちも晴れるだろう。そう思います。テオのためにも王国と帝国のためにもボルドールの目的をはっきりさせないとな。ええ。そういえばマリエルはさっきまでブリッジにいたはずだ。テオ兄とロラさんにいい報告ができるように頑張らないといけませんね。なんだ、勉強中か？学ぶことがたくさんあるわ。ベラガルフとのランデブーまでに少しでもアルダスに慣れておかないと、いざという時に働けないでしょ。あんまり根詰めるなよ。お前だって疲れてんだから。そうはいかないわ。もう二度とイーダスのようなことが起こっちゃいけない。私は連邦軍人だからこそこのアルダスを守る義務があるのよ。わかったよ。だが休憩も航中艦クルーの立派な任務だ。必ず休憩は取れ。これは艦長命令だ。いいな。善処します。マリエル。いや俺だって人事じゃないな。まだわからないことが多すぎる。もう少しディマから話を聞いてみるか。レティシアたちはコモンスペースにいるはずだ。艦内設備。ところで、どうしてデュマはイーダスに積まれることになったのです？私はベグアルド人の適合可能性調査のために派遣された。ってことは取引した荷主はスコピアムだったのか？そうだ。荷主の人、見た目もデータ上も完全にヒューマンだったよ。スコピアム生命群の外見は様々だ。完全に機械のように見えるものや、サイボーグやアンドロイドのように見えるもの、完全に有機生命体に見えるものもいる。荷主も荷物も不明のまま運んでたなんて、運送屋として恐ろしいぜ。もしかすると俺がお前を運んだせいでベグワルドの人類がスコピアムに融合されていたかもしれないんだろ。恐ろしいという感情は不当な評価だ。スコピアムとの融合は、お前がどう思っていようと、今の俺たちが見てきたもの、聞いてきたものはそう評価するしかないんだ。それはわかる。確かにその通りかもしれない。本当にスコピアムがその理念に反した行動をしているなら、その存在自体が否定されることになる。何か迷っているの？そもそも迷うことってあるの？否定はしない。私としては使命を全うするためにも今起きていることの真実を知る必要がある。それに必要なことには可能な限り協力しよう。まあ
そこは今まで通り頼りにさせてもらうぜ。お前は特殊なデュマなんだろ。ランデブーポイントまであと5分です。レイ、ベラガルフより通信が入っています。スクリーンへ。予定通りだな。情報交換についてはこれから私が機関に乗り込む。本気か？それがこちらの見せられる誠意だ。ランデブー後に1分間だけワープアウトする。転送後またすぐワープインするので同じ航路を維持してくれ。データは今送った。データを受信した。確かに向こうの転送室には一人しかいないようだ。あーまで言われじゃな、向こうの言う通りにするしかない。了解。航路を維持し、ベラガルフの航路を確認。ワープアウト後1分以内に転送を開始。カーティス大佐収容後、当艦はベラガルフに並走します。向こうの艦長が来るとなると俺が出迎えなきゃいけないわけだが、マリエル、レティシア、一緒に来てくれ。連邦の作法はよくわからん。わかりました。私もですか？いてくれるだけでいい。第三者がいればそれだけでカーティスに対する牽制になる。わかりました。まさか単身乗り込んでくるとは思わなかったぜ。この方が話も早いだろう。手早く行こう。現在ベラガルフはメヌーク星系めがけて航行中だ。大佐、緊急事態というのは？機関はもしやマリエル・エル・ケニー中尉か。君には逮捕状が出ているぞ。覚悟はしています。こうなった理由も含めての情報交換だ。とりあえず地球産のコーヒーくらいならご馳走できるぜ。いただこうか。なんてことだ、アスター星系でそんなことが。それでそっちは何のためにメヌーク星系へ？メヌーク星系は現在多くのスコピアム艦の攻撃を受けている。艦隊司令部はこれを侵略と受け止めた。バカな、ありえない。通信の時から気になっていたが、よもやそれはデュマか？知っているのか？こちらもある程度情報を収集している。デュマよ、それはスコピアムの融合理念に照らしてのことだな。その通りだ。スコピアムは生命体としての進化を模索する存在。攻撃による侵略は進化の選択肢の幅を狭める行為に他ならない。スコピアムも一枚岩ではないようだな。現在メヌーク星系を攻撃しているスコピアム軍は相当派と呼称されている。相当って、レイ、もしかして？ああ、テラヌスでボルドールが言っていた名だ。全てのスコピアムはネットワークに公平に接続する個体でしかない。相当などという存在はシステム上存在しえない。だが現にメヌーク星系は相当派スコピアムの名で攻撃を受けている。司令部はなぜその情報を？私がアストリアを離れてからそれほど時間が経っていないのに、逆に情報が多すぎる気がするのですが。上層部が、もっと言えば連邦の艦隊司令部がスコピアムとつながってたんだろう。その通りだ。指揮系統を逸脱した艦隊司令部の中でも相当数に及ぶ。そのほとんどが惑星ビープスのスコピアムと接触する機会があった。艦隊司令部はメヌーク星系への救助を決定したが、現在の艦隊司令部の誰がスコピアムに組みしているか分からず、疑心暗鬼が蔓延している。だからといって見捨てるわけにもいかないか。カーティス大佐、
アルダスには惑星ビープスを脱出した軍人がまとめたスコピアムのデータがある。俺たちはアスター4号星に来たスコピアム艦を追っている。メヌク星系に到着したら映像とデータを分析してその船を特定してもらいたい。貴重なデータだ。オンに切る。気にすんな。全部終わったらイーダス一隻丸ごと弁償してもらえりゃそれでいい。最大限善処しよう。有意義な時間を感謝する。問題の船については特定でき次第連絡する。ワープアウトしました。転送開始します。お気をつけて。そちらもな。ポイントが送信されています。メヌーク星系まで25時間です。ベラガルフから6時間遅れの到着です。あんまり気を落とすなよ。組織がでかけりゃ悪いもんも出やすくなる。気軽に言わないで。艦隊司令部の指揮系統から外れた船がいるだけでも異常事態よ。その全てがスコピアムと関わっているのだとしたら、事実上銀河連邦崩壊の危機よ。それも少し妙な感じがします。どういうことです？リュマちゃんの反応です。カーティスさんのお話はロラさんの話とも少し食い違っている気がしました。ロラさんの故郷を侵略したスコピアムは気づかないうちにこっそり行動していたらしいのです。今回のメヌークというところのように攻撃を仕掛けられたという印象ではありませんでしたから。知らないうちに連邦に浸透されていたのは彼女の印象通りじゃありませんか。それにデュマもスコピアムなんでしょう。どうせ何か隠しているんです。でもデュマちゃんは何か隠すとき黙るんです。声に出すことは基本的に事実しか喋りません。だからスコピアムが侵略をしないというのは事実のはずなんですね、リマちゃん。その通りだ。俺たちのスコピアムのサンプルはこいつだけだ。テラヌスの記録も分析させているが、スコピアムそのものがどういう存在なのかはほとんどわからなかった。結局のところ言ってみなければわからんってことだ。カーティス大佐と話したように、メヌークを襲っているスコピアム軍にはボルドールの乗ったスコピアム艦が関係している可能性がある。我々はヴェラガルフと共にスコピアム艦を追跡する。該当スコピアム艦の進行方向メヌーク星系に向けて船籍不明の応援の船も近づいています。しかし連邦の応援の船はまだかなり遠い位置で、当面ヴェラガルフとアルダスメヌーク艦隊のみでの対応となります。厳しい戦いということですか。そうなりますね。その船にボルドールが乗っているとして、いざ戦うとなったらどうするのだ。最悪撃沈させることまで含めて臨機応変にとしか言えないな。星の世界の戦争も私たちの世界と何ら変わらないのね。そういうことだ。だからこそ戦闘中域到着までに各自体を休めろ。俺も少し休んだ方が良さそうだ。ねえねえ、今度二人が非番の日にどっか遊びに行かない？床からの振動もなく外の風景も変わらない。この船止まっているのではないか。
一気に艦内が賑やかになったな。有事ではあるが、少し楽しくなってきている。これから星の世界の戦場に赴くわけか。果たして私は正気のままでいられるだろうか。楽しみだ。おいお前、これコーヒー、すごい苦いぞ。おい、本当にコーヒーか。ミダスおじさん、あんなしかめ面してコーヒー飲まなくても。苦いならミルクとお砂糖もらえばいいのに。アルダスは民間船とは思えないほど素晴らしい性能ですが、さすがに戦闘専用艦相手だと足の差を感じてしまいますね。カーティス大佐から得られた情報は貴重ですね。スコピアムに関しては分からないことばかりですから。商店があって、食堂があって、これほどに広大で、ここはまるで一つの都市ですね。レイにはメヌークに着いたらしっかり働いてもらうから、今は休んでおいてね。メヌーク中域に到着。スコピアム艦とおぼしき2艦とコンタクト。戦闘が開始されています。手の空いてる人はブリッジへ。もう戦闘が始まってるらしいな。ブリッジに急ごう。逮捕状ね。明言されると結構ショックなものです。と、状況報告。メヌーク艦隊はすでにかなりの数が撃沈。現在稼働中の船は3艦のみですが、ほとんど攻撃参加はできていません。メヌークとやらの艦隊はどうしてそこまで劣勢なんだ。勢力によって技術に差があるのは星の世界も一緒でな。もう一隻スコピアム艦がメヌーク星系に近づいています。2時間3分で到着します。アルダスはあと何時間で着く。2時間11分です。状況次第でいつ巻き込まれてもおかしくありません。まあ、なんとかなるだろう。我々はあと6分でメヌーク中域に到着します。ベラガルフ、スコピアム艦1艦沈黙させています。ベラガルフが先ほど到着した1艦と合わせて2艦と交戦中。さすがだな、カーティス大佐。やっぱ戦闘艦は違うな。ベラガルフから通信が入っています。スクリーン出します。ベラガルフよりアルダス、
本艦の残存魚雷が8発であと2艦を沈めるのは不可能だ。足止めに集中するので機関の援護を頼みたい。了解した。あと3分でそちらの中域に到着する。頼む。ベラガルフより以上。ベラガルフと交戦中の2艦を以後、スコピアム艦ブラボー、スコピアム艦チャーリーと呼称する。ワープアウト後、スコピアム艦ブラボーとベラガルフの間に位置する軌道を取る。軌道設定しました。レッドアラート、防御シールドオムニ設定で全開。陽子魚雷全6門装填。フェイズキャノンを正射モードに設定。レッドアラート発令。総員戦闘態勢。シールド全開。陽子魚雷装填完了。フェイズキャノン設定完了しました。全員着席。揺れるぞ。下かむなよ。本艦は現在ブラボーと50万キロメートル、チャーリーと76万キロメートルの距離を保っています。ブラボーに陽子魚雷3門発射。すぐにコース60マーク0へ転打。陽子魚雷3門発射。11秒後に着弾します。ベラガルフも魚雷1発発射。ブラボーに向かいます。魚雷4門発射。本艦に向かってきます。自動回避モード。自動回避モードです。わー、揺れる。喋らないで、舌を噛みますよ。3発は当艦をそれますが、1発は回避できません。総員対ショック。被弾。シールド効率 76% に低下。回復中です。なんという衝撃と振動だ。こちらの攻撃は魚雷3発全て回避されました。あのタイミングで外れるの、どんな機動力してるのよ。くそ。ベラガルフに通信開け。開きました。大佐、これで頼む。いけるのか。なんとかする。やってくれ。フェイズキャノンを正射モードでブラボーとチャーリー双方に発射。10秒間隔でこの作戦に従って自動射撃するようにプログラムしろ。了解しました。コース270マーク180へ転打。動きをベラガルフと合わせろ。了解。なんとかやってみる。ブラボーとチャーリーの距離10万キロメートル、推力8分の1で双方重火事で回避コース。ブラボーに全部ぶち込め。魚雷2発着弾。ブラボーの転打止まります。ベラガルフのチャーリーへの攻撃も着弾しました。ドンピシャ。ブラボーとチャーリー衝突コースです。両艦衝突。スコピアム艦ブラボーおよびチャーリーともに速度ゼロ。沈黙しました。よし。勝ったの？一応な。でもまだ何があるかわからないから、シートから立つな。艦長、ベラガルフから通信です。見事だった、レイモンド艦長。ベラガルフが単艦で持ちこたえたおかげだ。こっちは美味しいとこをさらっただけさ。この後のこともあるからな。この後というと？デュマと共にスコピアム艦に乗り込んで直接内部を調べる。了解した。船が沈黙しているとはいえ強い抵抗があるかもしれない。気をつけろ。ああ、何かあったら援護頼むぜ。
ブラボーとチャーリー、どっちがアスターで遭遇したスコピアム艦かわかるか？まさか最初に落ちてたアルファってことはないよな？ロラさんにデータをいただいておいてよかったですね。ブラボーが一致します。スコピアム艦に乗り込むのね。ああ、これから向こう側に乗り込むぞ。転送室、ちょっとやってみたくて。間違ってないわよね？これは携帯型の光学ディフレクターです。これを身につけておけば、連邦のフェイズガンレベルの携帯型光学兵器は防ぐことができます。なるほど。つまりどういうことだ？マリエルが使ってたような光る銃の弾に当たっても致命傷を負わずに済むってことだ。ただ完全に防げるわけでもないから過信はするなよ。それと質量型の銃弾やナイフなどの物理攻撃は防げないので気をつけてください。あとはこの磁力ソールを靴の裏に貼り付けてください。かかとに触れればオンオフが切り替わります。重力がないってのがどういうもんか楽しみだな。どこか妙なところに行ったりするんじゃないぞ。落ち着いて、あの床に向かって足を向けてソウルのかかとに触れてください。こうだけ。たく、さてと、これがスコピアム艦の内部か。生き物の腹の中にいるってことになるんだよな。確かになんだかそれっぽい見た目だな。ゾッとしねえ話だ。この船のどこかにボルドールがいるのですね。生きていればいいけど。あれはこの船に乗っていた。急ぎましょう。次の援軍が来たらさっきのように行くとは限りません。奇妙だ、この船は。どうした？この先に多数の生命反応があります。スコピアムは生命反応が感知できないものも多い。常時警戒を推奨する。対象を発見。あそこに通れそうな隙間があるよ。ラッキ何者かがいるぞ。外見上は特に一般的なスコピアム生命群との違いは見られない。それ
ラッキー。ストレスで翼が戦闘に備えてくれ。スコピアムに異なる理念が生まれたというのは誤報ではないだろうか。総員、戦闘準備。戦闘準備。ストレスで翼が。このスコピアムは戦闘準備。融合した有機生物が極めて好戦的な種族だったのだろうか。それにしてもどれもこれも見た目がバラバラね。スコピアム生命体の融合先はヒューマノイド型の生命には限定されていない。こんな大きい船になっちゃうくらいだもんね。もともとどんな生き物だったんだろう。おいおい、あの制服は銀河連邦の軍人じゃないか。これは後だ。警告、エネルギー残量不足、調整反応なし。地球人の証拠よ。こりゃ連邦の裏側はかなり深刻な事態になってやがるな。相当派というスコピアムに連邦が直接関与している可能性もありえますね。辺りを探ってみるか。何か使えるものがあるかもしれん。前方の特定反応を検知。これ殺。これって無敵だったでしょ。活動停止。決める。まだまだいけますよね。頑張らない。エネルギー残安全は確保され。ラッキー。ゼア。ここは通れないみたい。他を当たりましょう。Huh!
ラッキー警戒態勢を。活動停止。対象を発見。ん？あの瓦礫、勢いつければ動かせるかもしれないな。ラッキー。ラッキー。やった！渡れたよ！先を急ぎましょう。おい、あそこで仲間割れしてるぞ。バカな、ありえない。目の前の現象を否定するのはお前ららしくないんじゃないか。連邦士官の制服、倒すしかないの。油断するな。失礼する。しっかり準備しましょう。警告、エネルギー残量不足。まだまだいけますよね。後継反応、活動停止。後継反応なし。待て、お前たちはスコピアムではないな。この星系で戦っている銀河連邦軍の追手か。それがどうした。私たちは敵ではない。戦闘意志もない。頼む、私はどうなっても構わない。彼らを救助してくれ。彼ら？レティシア様、あの後ろ、今の奴らからこの人たちを守っていたの？彼らを掃討派の手に渡すわけにはいかん。彼らは故郷を失った者たちなんだ。頼む、どうか。その話を信じる根拠は？相当離るスコピアムが本当に存在するというのか。おお、デュマか。ならば話が早い。信じがたいことだが、相当派の存在を認めざるを得ないようだ。どうしたの？相当派を名乗るスコピアム軍が従来のネットワークに対し反旗を翻している。
我々従来のネットワークが適合すると判断した者たちを襲撃し、強引に取り込んでいるようだ。この船は後ろの彼らを乗せてスコピアムコロニーへと向かう途中だった。だがアスター4号星で乗せた者たちが掃討派を呼び寄せ、我々は戦火に巻き込まれてしまった。ボルドールとベランジェさん、ガストンさんのことですね。じゃあ、あの二人は最初から掃討派だったってことか。掃討派であってもスコピアムであることには変わりはない。単に思想の違いがあるだけだ。彼らは最初、宇宙に出る手段がないと救助を求めてきただけだった。我々は同胞を助けるためにそれに応じてしまった。それでこれだけの人を戦争に巻き込んだっていうの？許せない。だがこいつだってスコピアムなんだろ。しかも大勢の生身の人間をスコピアムにしようとしてるんだ。自業自得じゃないのか？スコピアムと融合することを悪だと判断する過去があるようだな。違うとでも言うのか？少なくとも私にとっては生きる手段なんだ。誰に強制されるわけでもなく、私はスコピアムと融合する道を選んだ。私以外にも融合によって救われた命が無数にある。どうも妙な雲行きだな。いずれにせよ、このままではこの船は強沈する。せめてこの者たちだけでも助けてくれ。私はこの船を乗っ取ったあの者たちを倒しに行く。奴らはスコピアムネットワークにとって危険な存在だ。どうする？助けよ。話が通じる人だよ。スコピアムの話がもっと聞けると思ってね。お願い。わかったよ。あんた名前はあるのか？ JJ と呼んでほしい。わかった、 JJ。 ここはあんたに協力しよう。その代わりスコピアムについていろいろ聞かせてもらうぞ。いいな？ありがとう。おい、このような体で頭を下げてもお前たちにはキーに移るだろう。だがこれが我らがこのような姿になってなお人であることの証明でもある。仲間の命を助けてくれることを心から感謝する。一体何がどうなっているの？私はこの船の資材管理をしていたんです。必要なものがあれば対価と引き換えにお渡しできます。こんなものしかなくてごめんなさいね。この奥に行くならどうかお気をつけて。サンキュを発見。どう？
ラッキー。ラッキー。対象を発見。ラッキ船が沈むまではもう少し時間があるな。俺たちも奥の連中に用があるんだ。こいつらのことは必ず助けるから、先にそっちを片付けるぞ。この辺りの敵は一掃しましたから、彼らにはしばらくこちらにいていただいた方が安全でしょう。承知した。ではブリッジに向かうぞ。奴らはそこに。ラッキー。対象を発見。対象を発見。前方に光線反応を検知。これが無敵な感じだね。先に進みましょう。警戒態勢を。どう抜くなよ。警戒態勢。エネルギー残量。死の黒決めるか。どうかしら。駆けつけ戻る。出たか。耐えてみな。行くぞ。対象を発見。ラッキー。
は一体何者なんだ。あいつらは、ボルドール、ベランジュ、ガスト、何、ビープス人だ。情報提供感謝する。何なんだ。ラッキー。トップだ。やつらはこの先にいるようだ。準備を整えてから行きましょう。それ。対象を発見。ラッキー。これはレティシア王女。よもやこんなところまで追いかけてくるとは驚いた。ヴァルダール、その姿は。スコピアムか。想像以上に素晴らしい力だ。この宇宙には何億何兆ものスコピアムがいるというが、当然というものだ。一体どうやって。その乗ってきた時には融合していなかったはずだ。相当の迎えまで時間がかかりそうだったんで、先にネットワークに入ってもらいました。結婚式の。さすがは皇帝陛下、あっさり融合を達成されましたよ。ヴァルドール、一体その力で何をするつもりなのです。皇帝たる者が願うのは、我が民の安寧と繁栄に決まっておる。帝国臣民、そしてゆくゆくはアスター4号星の全人類がスコピアム化すれば、星は一つのネットワークに接続し、争いも苦しみもなくなるのだ。それが人間と言えるのか。言えるさ。だとしても相当派スコピアムにそれをさせるわけにはいかん。ヴァルドール、アスター4号星に星の世界の力はあまりに早すぎます。あなたの野望はここで止める。避けてください。少し
べき我が娘なのだからな。ああ、来い。ピリオン、どう、ここで頑張らなきゃ。だからなぜ同胞に牙を向ける。人間同士は争いの後に虐殺だ。行けない。踏ん張れボルドール。今ならまだ間に合います。コピアム化は解除できるんでしょ。ヨナに何を吹き込まれたか知らんが、この力を手放すことなどありえぬことだ。どう、帝国の神がそれを味方に変えるなど受け入れられると思うのか。ヨンベルトなら聞いているぞ。アベラルド・ベルゴホルム、幼き頃腕を失ったあなたこそスコピアムによって救われるべきものなのだ。なかなかやるな、スコピアムの戦士よ。バカな、融合したばかりでこれほどの力があるはずか。冗談じゃないぞ、今までのスコピアムとまるで違う。ベラガルフより緊急入電。レイ、アストリアがスコピアム艦ブラボーに急速接近しています。アストリア、またこそこそ隠れていやがったのか。逃げてレイ、フェーズキャノンが。ここまでのようだな。ええ、総統が迎えをよこしてくれたようです。アストリアと総統派はつながっているの。それを知ってどうするんです。このスコピアム艦は落ちる、あなた方の船もね。ベランジェさん、これがあなたのしたかったことなのですか。ロラさんがあなたの帰りを待っているんですよ。もう戻ることはできん。残念だよレティシア王女、諸君を救えなかったことが残念でならない。ボルドール、クソ、敵艦アストリア解凍しています。ロックされました。回避しきれません。兄貴逃げろ。やめて、やめて。艦内の生命反応を全部収容しろ。ジェジェ、俺に捕まれ。アストリアとベラガルフ、交戦中です。カーティス大佐、助かった。こちらは全員退避した。安心するのは早い。アストリアは君たちを逃がす気はないようだ。ここは我々に任せ、脱出しろ。連邦の過ちは連邦が注ぐ。畜生、全速力でメルク星系から退避。総員、対ショック。待って、援護しないと。残っても何もできない。大佐の思いが無駄になる。緊急ワープに入ります。コース180、マーク180、全速前進。追跡艦なし、メヌーク星系脱出完了しました。大佐、この先どうするんです。ジェジェ、あんたあのスコピアム艦が避難船だって言ってたな。相当派じゃないスコピアムってのはあんたみたいに話が通じるのか。私と同胞を救ってくれた者たち、敵対するような者はいない。何を言っているの。あの船は秋月を攻撃してきたじゃない。あれはそちらの船が敵対的な行動を取ったと
スコピアム艦が判断したからだ。隠れてこちらを攻撃する隙を伺っていた。それはそちらの勘違いで。あんたの目的地、座標はわかるのか。まさかスコピアムの本拠地に乗り込むっていうの。ボルドールたちは逃しちまった。ベラガルフの安否も不明だ。あの避難民を何日も抱えていられるほどアルダスに蓄えはない。他に選択肢があるか。もしコロニーまで運んでくれるのであれば、我らスコピアムは輸送艦アルダスに決して危害を加えず歓迎すると約束する。 JJ の言葉に嘘はない。相当派の調査のためにも JJ に協力することを進言する。そのコロニーってのももしかしてスコピアムなのか。どこにあるんだ。コロニー型のスコピアム生命群だ。ここから700光年ほど離れたポイントにある。そんな遠くまで行けないわよ。 6.2 光年先にあるワームホールを通過すれば短時間で到着でき、ワームホールの座標を打ち込んでも。該当ポイントに確かにワームホールが存在します。これを通過すればコロニーがあるというポイントまで24時間です。ワームホールのキーは私が所持している。当艦はこれより戦災難民の護送のためにスコピアムコロニーへと向かう。感謝する。心配すんな、なんとかなるさ。スコピアムって一体何なんだよ。話聞いてみるか。居住区の部屋にいるんだったよな。